防衛医科大学校や早稲田大学などのグループが先日人工血液を開発し動物実験で成功したことをアメリカの輸血学史上で発表しました。グループが開発した血液は人工の血小板と赤血球からなり、細胞膜成分で作られた袋に止血成分などが詰められています。失血により重篤な状態にあるウサギで試したところ、本物の血液を輸血した場合と同程度となる10つは中6つはが助かり、副作用も見られなかったそうです。血液型を問わず誰にでも使うことができ、1年以上保存できるため事故現場や離島での救命率を上げることが期待されています。この夢のような開発に、海外科学サイトなどには外国人から称賛と驚きの声が相次いで寄せられています。その一部をご紹介しますのでご覧ください。